はい、どうもです。 XL だよ、ね、XL、 はい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 。さあ、確実に切れるの大丈夫？ できればピチピチで笑い取ってほしいです。何の時間いいですか。さあ、しっかりと締めていただいて、後ろ見て完璧でございますね。みんな OK、 振り返った瞬間に OK の拍手。さあ、チャンピオンジャージでございます。まあまあ乗ってるじゃないですか。はい、おめでとうございます。では続いて、はい、トロフィーお渡しいたします。どうぞ。さあ、どうぞ。はい、おめでとうございます。そして副賞としまして、大会スポンサー JA 山口健様から提供できました、こちらですね、皆さんのお米5キロでございます。はい、おめでとうございます。さらにダメックミネテン様から提供できましたイオントップガーリングスポーツドリンク3パコン3つです、ね、はい、どうぞ。はいはいはい、もう1個ありますんで、はい、バケツリネームですんで、やめてくださいね。はい、どうぞ、代表者から一言いただきたいと思います。どうぞ前の方に、はい、皆さん、今日はあまり経験がなかったですけど、今日は頑張って一年に行けようということで、ちょっとチームの説明をさせていただくと、下関で、アジアチーム、最強アスリートというチームと、下関の自転車のサイクルキット2400様の合成チームで、今日は。すごくいい成績が出たので、調子に乗らずに今年また1年あの練習を積んでですね、来年は、またこの大会に出てさらに強い成績をしていただきたいんですけど、もっと圧倒的に勝てるように頑張りますので、来年のテレビマンの仕事を皆さん挑戦して来てください。来年また会いましょう。あれ？あのね、序盤のめちゃめちゃキープキープでした。最後めちゃめちゃ生きてます。拍手の皆さん、どうぞ前の方で決めさせていきましょう。どうぞ前の方にずっとお進みください。やっぱね、チャンピオンとしては貫禄がありますね、皆さんね。はい、選んでいただきたいと思います。ママちゃんにもありがとうございます。ではですね、ここでですね、大会主催者ミネシアサイクルコース推進協会会長の田中さんですね、ここで出身なんですが、大体お家ができた時に盛り上げ式とかで、こんな時は飛び回って
ことあるんですけど、いや、お祭りの時に、